こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ヘブンバーズレッド始めていこうと思います。今回は前回のイベント続きですね。まあ、その前にこれを引いといてと。体調不良や睡眠不足の状態で臨まないようにしてくださいね。はい、まあ強化してもいいんですが、スコアタックかな。軽くやっとくか。今61なんで62ぐらいにして、このメンバーで出撃。まあまだここは準備段階ですね。パーセントを上げないとダメなんで。ブレイクした。このまま駆逐してやろう。そこだ。やっ！もっと見たいべき。校内聞いてない。もらった。あたしが続く。OK。壊した？違う。コブを壊しただけ。どうでしょう。半分を削れてない。なので攻撃に回れます。次がいよいよブレイクですね。あ、やっちゃった。逃げ道行く前に倒しちゃいましたね。ハイスコア更新はなった。さあ、難易度スコアっていうのがあるんで、それだけでもでかいですね。ここはブブカ戦法でいきましょう。少しずつ難易度を上げて、クリアしていくっていう戦法です。
今11個か。この辺は持ってるからな。あ、6個か。だからダメなんだ。この辺みんな買えないってこと。キャラだからな。キャラ、今のとこはどうでもいい。そこまでいらんかな。連星はまだですね。 10万いかんと連星できん。すごいな、満水でこれだけ24日ログインできてるわけだからな。なんだろう。これが引けるわけですね。 S 以上確定のガチャです。ん？これは？おー、 S ですか。まあ、既存のキャラですね。フルアカなんか厳しいですね。常に新しいキャラが出てきて、イベントがあって。まあ、プリコネなんかも厳しいよね。だからどんどんつぎ込んでいかないといけない。これなんだろう。ショップってなんだ？そうなんですよ。ショップか。あ、そうだな。ビリーフアンドっていうのを買っとく？いや、チョイス結構持ってる。あれ？ああ、これ3つか。ベルサーレを持っとかないとダメなんだ。これが4なんですよね。所持数が。こちら3。3はそんなにもう持ってるからいいや。ってなる。結構持ってるんで、趣味はなかったですね。じゃあ行きましょう。今回のイベントですね、あと5日ということなんで、本当は大島屋物語をやらなければならなかった。先にメダルも3倍だしな。でも、そのまま美人温泉物語をやっていこうと思います。二日目からをスタートですね。聞いてくれ、サンキューフォープレイング、あなたに出会えてよかった。
怖いな。なんか歌詞がむちゃくちゃだな。丸山さんたちと仲良くなったね。ノリノリだね。なあ、リーナはどこ行ったんだ？イチコもいないみたい。ニーナ姉さん、今日の任務の失敗で落ち込んでたみたいだから。ああ、あれか。ってことは、私らじゃなくてイチコに任せた方が良さそうだな。うん、私たちだとみんなね、気にしちゃうもんね。茅森さんたちのライブ終わったみたいね。いいのよ、久しぶりに大島式ライブ鑑賞ができて懐かしい気持ちになれたわ。いえ、そうではなくて今日の任務のことです。本当なら私が前に出なくてはいけなかったのに。いいのよ、ニーナはデフレクタも少なくなっていたし、私はまだ余裕があったから。でもそのせいで姉さんが怪我を。こんなの怪我のうちに入らないわ。フラグ立ってんな、ビンビン。ニーナを守るのが私の役目なんだから、約束覚えてる？はい。ん？なんとは言わないけど、格差が。私はニーナが約束を守ってくれていることが何より嬉しいわ。姉さん、あんなことを繰り返していたらいつか取り返しのつかないことになるかもしれない。私がもっとしっかりしないと。立ちました。なんだこれ。美しい。これが朝のお祈りの効果なの？お肌が輝いています。スキンケアの効果が如実に現れていますね。マリアさんは口は悪いけど美人さんですから。殺すぞ。やめません。言葉に裏表のない素敵な人です。なんだなんだ。何事です？事件ですか？
松岡さん、どうしましたか？これは…これは…先にあるやつ。サミさんが死んでる。危険だ。え？なんと…まさか…嘘だろ。マリアさん、とうとう…殺すぞ。でね、皆さん近づかないでください。これは事件です。勝手に殺すな。キャンサーの仕業か。いえ、でしたら周囲はもっと荒れているはず。これは明確に浅見さんだけを狙った犯行です。殺人事件。ええ、どうやらこの名探偵の出番が来てしまったようですね。名付けてセラフ部隊湯煙温泉殺人事件。タイトル。今この施設に湯煙はないぞ。湯煙はない。ここは目をつむっておいてください。私たちの部屋で最後に起きたニーナさんのアリバイは私が証明できます。ニーナさんはこれから私の助手としてここにいる人たちの証言を集めてください。どこに行っちゃうか。とりあえず聞いてみよう、証言を。キサは物音がして少し早く目が覚めました。私の他に部屋に起きている人はいませんでした。起きてしばらくは調べ物をしていましたので他の方の様子は分かりません。一度どなたかが部屋を出られた気がします。調べ物が一段落したところで1階のお手洗いに行きましたが、その時部屋の前でアイリーンさんとすれ違いました。ああ、部屋を出る時にアイリーンさんとすれ違いましたね。ちょっと妙だな。最初発見者怪しすぎる。自販機で飲み物を買ってすぐに部屋に戻ってきたよ。部屋を出たのはアイリーンさんが下から戻ってくる時じゃないかな。僕はエレベーターを使ったからすれ違いになったんだと思うよ。私が会った時の部屋にはキリュウさんと松岡さんがいなかったと思う。部屋の前にキリュウさんとすれ違いましたね。2階から1階行ったってこと？ん？最初の人だよな。あ、話せない。1階ずつか、みんな。どうすぞ。俺の目が覚めた時点で他に起きていたのは 30G のあいつだけだった。目支度を整えてから、ね、ずっと部屋で朝の祈りをしていた。祈りの前に起きたアイリンが部屋を出た以外のことは覚えてない。うん、ずっと部屋に行ってたはずなんだよな。事情聴取ありがとうございました。ピースはすべて揃いました。どう？今の証言だけで犯人がわかるんですか？ええ、十分です。犯人は…なんだこれ。バレちゃったんだし、全
さんで仕組んだ殺人事件ごっこだったって。そうなの、松岡さんも共犯なんですか。うん、せっかく温泉に来たんだし、将棋スターレクリエーションをした家、松岡さん、あさみさんに持ってきられたから戻るタイミングで、確信の悲鳴でしたので騙されてしまいました。ガチャ検査だったしな。顔がすごいし、表情がシュール。朝食の前から飛んだイベントでした。でも少し楽しかったわ。少しですが旅行の醍醐味を味わいました。茶番だ。私はひとまず推理ができたので満足できました。みんなを騙すみたいなことしてごめんね。さて朝食の前にお前らに言っておくことがある。どうしたんですか。軍用霊賞昨日の夜の分しか持ってきてなかった。備蓄の食料があると思ったんだけど、職員が退去するときに一緒に持って帰ったみたいだな。なら食事は抜きでキャンサーを殺しに行くぞ。そういかな。待ってください。さすがに空腹状態で任務は危険ですよ。心配するな。この辺りには山菜やキノコが豊富にある。ハイキングがてら一回りすれば食料にはこと欠かないぞ。ハイキングではなくサバイバルでは。山菜などを集めたとしてその後の調理はどうするのですか。調味料なら残っているぞ。昨日の夜は塩を舐めながら酒を飲んでいたからな。慰安旅行の朝食が自給自足なんて。仕方ありません、行きましょう。でも山菜とかキノコって素人が下手に手を出すのは危険じゃない、あ、毒味だったら僕に任せてよ。丈夫が取り柄だしさ。大丈夫です。大島家はこういう状況に慣れていますから。山菜の目利きは任せてください。名探偵である私も少なからず山菜の知識はありますよ。山菜を使っての食事は日本の伝統文化の一つ。私も力になれます。松茸取ってきてくれるか。贅沢言わないでください。それじゃあ私はここで留守番してるから山菜の調達頼んだぞ。あさみさんは来ないの。施設の周辺は少ないけどキャンサーがいるからな。そうだね。私戦えないし。まあお前たちなら問題ないレベルのやつらだ。朝食前の運動にちょうどいい。ですが一人でここに残るというのも危険ではないですか。確かにキャンサーが襲ってきたら大変よ。でもここはドームと同じキャンサー除けの外壁で囲われていますよね。ああ、だからここにいればキャンサーから襲われる心配はまずない。それでも不測の侵入の可能性がないわけでもありません。大丈夫。一応ここには通常兵器も備え付けてあるんだ。軍の施設だからな。キャンサー相手に通常兵器は有効だにはならないが、足止め程度はできる。非常時には通信を入れるなり発煙筒を焚くなりするから、私が足止めしている間に戻ってきてくれ。簡単に言いますね。できるやつにしか言わないさ。じゃ
松茸よろしく。これでも倒せるかな。な、行こう。なるべく施設からは離れない範囲で山菜を探しましょう。キャンサーは探さなくていいのか。まずは食料の確保を優先しましょう。桐生さん、何か気をつけることはありますか？そうですね、私たちは即席の部隊です。そうだったな。なるべく声を多く掛け合いながら進めた。いいと思う。言葉は言葉だな。言わなければ通じないこともありますので。ありがとうございます。では皆さん行きましょう。さすが集め。同じことしか言ってない。よろしいでしょうか。えへん。こっちにタンポポがあったよ。ねえ、食べる習慣があります。さすが詳しいですね。勉強になる。あとタンポポでコーヒーが作れますね。そうだそうだ。殺すぞ。え、なんで。やめません。コーヒーじゃないです。コーヒーみたいなものです。タンポポの根を焙煎して作るやつね。コーヒーの代用飲料として古くから飲まれてる。そうなんだ。そう。いやいや、しいたけだよ。いえ、確かこれは毒キノコですね。昔食べてひどい目に遭いました。はい、ツキヨタケですね。毒があります。天ぷらにすると美味しいですね。またかよ。おい、天ぷらしかないぞ。山菜や野草は苦味や青臭さを取り除くために天ぷらにすることが多いんですよ。殺すぞ。すいません、他の調理方法もあります。頼り控えます。さて、これだけ集めれば十分ですね。ヘルシーな食卓になりそうね。おい、施設の方から煙が出ているぞ。え、まさか銃声。皆さん急いで戻りましょう。はい、はい、
大丈夫か。ハサミさん。おお、おかえり。で、何をしているんですか。ん？ああ、備蓄の薪が湿ってないか確認していたんだ。あと、保管してある武器類のチェックもしておいたぞ。備えあれば憂いなし。私は大人だからな。常に物事の先を見越して行動するんだ。尊敬していいぞ。マリアラスキー！殊勝な心がけだ。マリアさん、なんかアサミさんに甘くないですか。殺すぞ。すみません、年長者は敬うべきです。で、山菜は取れたか。はい、十分な量を確保できました。どれどれ、うん、松茸はありません。食べたかった。ばっかりだよ。まあまあ、それより早くご飯作ろうや。そうですね、厨房を使って。あ、ガス止まったぞ。え？この施設はプロパンガスなんだが、昨日のお前らのシャワーでガスが尽きた。まさか慰安旅行に来て野外炊飯をすることになるなんて。私が薪の確認をしていたわけが分かっただろう。アサミさんが騙すような形でここに連れてこなければこんなことになりませんでした。ニーナは真面目だな。もっと状況を楽しむ心のゆとりを持てよ。まあ、これはこれで旅行気分味わえていいんじゃないかな。みんなといろいろなことができて僕ちょっと楽しいよ。これだけ山菜があると腕が鳴りますね。お前が作るのか。僭越ではありますが、この私、桐生宮が日本の伝統料理をお作りいたしましょう。天ぷらを作るみたいだけど、衣はどうするの？卵なんてなかったわ。京都の天ぷらは卵を使いません。素材を生かすために水と小麦粉だけの衣を作ります。あと、タンポポは先刻言った通りきんぴらに生かしましょう。根っこをもらってもいいですか？コーヒーみたいなものを作ります。では調理を始めさせていただきます。キリュウさん、どうして菜箸と包丁を両手に持っているんですか？あれ、どこからともなくガガクの音色が聞こえていないけど鳴っている気がするわ。箸と包丁だけで食材を切り始めました。これは一体。名探偵の知識にありますよ。これは1200年前から続く日本の伝統儀式、包丁式ですね。本来は手で触れずに魚をさばいたりするものです。高貴な方や神様への捧げ物を手で汚さないようにという作法なんです。でも無駄が多いですよね。天ぷらにするんだから普通に手で持って切るでいいと思うんですが。すみません。ブラビッシュ、食べる相手最大の礼を尽くした作法、キリュウミヤ、尊敬に値する。マリアさんが名前を呼んだ。すごいことなの？はい、マリアさんは自分が認めた人しか名前で呼びません。かやむりさんでさえ未だ日本人呼びです。ムーガはマリアさんに名前で呼ばれていましたよ。だとしたら二人の間に何かあったんでしょう。それにしても、は
キリュウさんの包丁さばき、儀式というだけあって伝統に裏付けされた美しい動きです。こういう美しさがあることは知っていますが、見た目ばかりを意識している私にはない深みを感じます。お腹も満足しましたし、キャンサー退治に行きましょう。ようやくか、待ちくたびれたぞ。マリアさん、結構楽しんでましたよね。と言いたいけど、もう殺すって言われるの嫌だから黙っていましょう。殺すぞ。私もできる限りサポートする。サポートといってもここからでは何もできないのでは。これを見ろ。これはドローン。武器と一緒に残されていたやつだ。充電もしっかりしてあるぞ。ここいらのキャンサーはお前たちなら問題ないと思うが、サポートがあればより安全に任務が遂行できるからな。なるほど、無計画なだけではないのですね。上官らしいところもあったのね。見直したよ、あさみさん。あれ、微妙に敬意が足りてない気がするぞ。ご自身の行動を顧みてください。あさみさん、一人にしてしまいますが、何かあったら連絡をしてください。ああ、もちろん秒で連絡するさ。じゃあ秒で飛んで帰ってくるよ。おい、ニーナ。はい。変に我慢するなよ。よくわかりませんが、臨時の部隊長として頑張ってきます。ああ、気をつけてな。どうしたんだよ。さっきのエミュレーター訓練もミスばっかりだったじゃないか。もしかしてどこか調子が悪いの？医務室行く？そういうのじゃないの。ただどうしてニーナがいないのかなって。おいおい、昨日から温泉に行ってるだろう。そうだった。いちこね、大丈夫？24時間以上ニーナを、妹を見ないと
なに心が乱れていくなんて。どうした？ミイラ、そんなところにいたのね。おお、あたいは四つ葉だぞ。その可愛いおでこ、私が見間違えるわけないじゃない。こっちにもニーナがいたわ。ミノリだよ。その控えめな胸を私が見間違えるわけないじゃない。うわー、ミノリ大丈夫か。イチコ姉がニーナにロスで錯乱してる。ピーガガ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 の調査ですね。キャンサーを殲滅しつつ慎重に向かいましょう。目についたキャンサーを全部殺せばいいだけだ。まあまあ、普段別行動の隊員で編成されているんだし慎重に行こうよ。ニーナさん、 31E ではこういう時どのように対処していましたか？私たちは、さあみんな、今日も気をつけて進みましょう。大丈夫、私がみんなを守るから。いつも姉さんを中心に安全第一で進んでいました。そうだね、命大事にで行こう。確かに私たちは連携をうまくこなせるほど互いの戦闘を理解していません。この線を心がけ安全第一としましょう。麻美さん、問題ありませんか？まあ、それでいいと思うぞ。はい、では行きましょう。さあ、いよいよ何？キャンサーが源泉に使っている湯の花。私も初めて見るタイプですが、あのキャンサーが温泉に何かしらの影響を与えていると見て間違いないでしょう。うん、取り締めしているのか。マリアさん、マサミさんが撤退って意味がわかんない。こら、あー、突っ込んでいった。サレンちゃんみたいなことを。ニーナさん、はい、皆さん戦闘開始です。バカ、お前たち戻れ。
ている部分は何でしょうか。誰も見たことがありません。ですが警戒しておいた方がよろしいかな。わかりました。皆さん十分気をつけてください。了解よ。大島家は私が守る。クラウイ、これが私の攻め手だ。全然聞いてない。強い。着実に。おまけいくさ。いや、全然聞いてない。おかしいから。これ、マキエックさんだったな。全然攻撃が通りませんね。もう一度だ。いや。かっこいいの。あの光っている部分を狙うのはどうでしょう。やってみましょう。うん。適当なことを言うな。殺すぞ。そんなことを言われても。状況をよく見なさい。どこか行った解釈があるはずで。おい、お前たち、あいつは普通に戦っても勝て。さっさと戻れ。15分。一気にデフレクターを持っていかれました。ごめん、僕一人じゃ防ぎきれなかった。ロカさん、怪我を。こんなのかすり傷だ。へっちゃらだよ。さっきの攻撃に巻き込まれてドローンが壊れたようです。アサミさんは撤退をって言っていたけど、どうするの。これ以上の戦闘はこちらが消費する一方ですね。攻撃が通るまで殺しに行くだけだ。無茶なこと言わないでください。笑って。ニーナさん、どうする。待って、隊長はあなたです。指示を。はい、そういえ撤退します。だもんね。なんだと。目標に有効弾を与える手段がわからない以上、いたずらに戦いを長引かせてもリスクが上がるだけです。ふざけるな。俺一人でも。カーッ。暗勇と強さは履き違えてはいけません。私たちは一連隊士。あなたの命は我々の命と取り合いなさい。すごい、あのマリアさんリサイコムなんて。さすが先輩です。あれ、新手のキャンサーこっちに来ないよ。中型の方にキャンサーなのに連携するつもり。今のうちです。聖域を離脱します。うん、なんかこれ対立してる。なんだったんだ。お前たち無事だったか。すみません、松岡さんが怪我を。何、大丈夫なのか。松岡、これくらい平気だよ。すぐに手当てをするからついてこい。そんな大げさだよ。ダメだ。小さな怪我でも治せるうちにきちんと治療するんだ。あさみさんがあんな風に真剣に怒るなんて珍しいわね。つばでもつけておけば治ると言いそうな人ですのに。悪いことじゃない。分別のある大人の対応だ。死ね。はい、あさみさんに失礼でした。
私たちも少し体を休めましょう。あの時の撤退の判断は間違ってはいませんでした、うん、ないね。でもその判断をするタイミングは適切だったのでしょうか。もっと早く見極められていたら松岡さんが怪我をすることもなかったはず。いえ、それよりも私も一緒に前に出てデフレクターを貼れば松岡さんが怪我をせずに済んだんじゃ。もし姉さんだったらうまく立ち回れていた。お前たちどうして私の撤退命令を無視した。それは俺が命令無視をした。他の連中に非はない。ああそうだ、マリア、お前が悪い。だけどな、他の5人がお前の首根っこひっ掴んででも撤退させなきゃいけなかったんだ。撤退命令ってのはそれだけの意味と理由があるんだ。あの、申し訳ありませんでした。いや、すまん。元はといえば私の調査不足が原因だ。お前たちにどうこう言うのも筋違いだ。アサミさん、あのキャンサーをご存知なのですか？ああ、私もあのタイプは現役時代に戦ったことがある。どうすれば殺せる？無理。お前たち、ご苦労だったな。今回の旅行はこれで終わりだ。明日朝一で基地に帰還するぞ。なんだと。うん、キャンサーを討伐しないの？相手が無理。ちゃんと体勢を整えて当たるような相手だ。即席の臨時部隊で挑むもんじゃない。一度は殺したんだろ、方法を教えろ。討伐したのは私の部隊じゃない。でもさっき戦ったことがあると言ったじゃないですか。私が所属していた部隊は部隊長がやられて敗走した。私はただ生き残れただけだ。じゃあ勝てない。そんな、まあその後他の部隊が倒してくれたけどな。よし、というわけだ。気持ちを切り替えろ。どうやって倒したんだろう。出撃してくれてる間に風呂を用意したから汗を流していけ。あれ？お風呂？え、そんな危険なキャンサーがいるのにのんびりしてていいんですか？今日の疲れを明日に残すわけにいかないだろう。でも大丈夫だ。それになんだかんだ言ってこの施設がキャンサーに襲われたことは今まで一度もない。温泉施設に来たんだ。一回ぐらいはちゃんと風呂に入って帰らないとな。の下で自然に囲まれながら入るのも無理。見え見えの露天風呂とは一味も二味も違うわね。見え見え露天風呂、伝統の傷に染みるけどそれもお風呂の醍醐味だよ。でも何かね、まあいいだろ別に。使ってるお湯はちゃんと元温泉だぞ。一人で6つも用意するの大変だったんだからな。か、うん、形が違えどこれもテルメ。アサミ感謝する。マリアさんがまた名前で言うんだ。一緒探してません。大丈夫ですか？殺すぞ。すみません、下がってません。私たちのお風呂を用意してくれたアサミさんは立派な方です。おいおい、本人を前にして言うなよ、照れるだろう。でもまあ、
こんなもんでもちょっとした思い出にはなるだろう。思い出ですか？ああ、お前らは人類のためにいつも頑張ってるんだ。休めるときはしっかり休んで、遊べるときは全力で遊べ。つまらないと思うような経験を詰め、意外とそういうもんが忘れられない懐かしさってのに変わるんだ。少なくとも昨日今日と私はお前らと一緒で楽しかったぞ。あさみさん、そんな風に思ってくれていたのね。なんか目頭が熱くなってきちゃった。騙して私たちをここに連れてきたことを生かしようとしていますね。あ、そういえば雰囲気に流されるところだったわ。慰安旅行でも何でもありませんでした。悪くない旅行だった。やっぱり一人だけ堪能していました。あれ？なんで？シーフォン。あれは大島家。いや、みんな揃って何してんの？みんな揃って。ピッピピッピー！ガガ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 ！イニシエのネット接続が早い！なんで？失礼。でも足が少し短くなったかしら。深刻な事情ロス。実はイチコ姉だけじゃないんだ。キスズ姉も何度も無意識にニーナ姉を呼んだり。バカバラすなよ。ミノリ姉はニーナ姉のベッドに潜り込んで枕を抱きは、鏡の前で自分のおでこにニーナ姉のおでこを重ねて切ない目をしたり。そんなんじゃねえよ。ムーアは？なんかさ、長いお預けされてるみたいでドキドキしちゃってるんだ。はい、安定のド M。 でもまあわかるよ。うちのつかさっちも温泉行っちゃったからさ、なんかしっくりこないよね。大島家だとニーナは結構みんなのバランスを取るみたいな立ち位置だし、それが如実に出ちゃってるのかもね。昔はそんな賢い子って立ち位置じゃなかったんだけどな。どういうこと？結構、かなりアクティブだったんだ。僕にスケボーを教えてくれたのってニーナ姉さんなんだよ。意外な事実。大声で笑いながら私と一緒に日が暮れるまでかけっこしたよ。意外な事実その2。泥まみれになってボール遊びをしたりな。意外な事実その3。貧乏をバカにされてクラスの男子と取っ組み合いしてたぞ。意外な事実その4。昔のニーナが全く想像できないんだけど、小さい頃から美しいって言ってると思ってた。それに関しちゃ
私らのせいかもな。というと？今はすっかり綺麗になってるけど、ニーナは昔、顔に大きな怪我をしたことがあるんだ。血もすごい出ちゃって、僕たちそれを見て怖くなって大泣きしちゃった。イチコが目に涙をためながら言ったんだ。約束して、その綺麗な顔に傷をつけるようなことはしないって。イチ？ニーナはそれ以来ずっとそれを守ってくれているんです。自分が綺麗であれば、美しくあれば、私たちが安心してくれるからと。自分のためって言いながら、実は僕たちのために美しさを追求しようとしてるもんね。読者モデルで金がもらえるからって言ってたけど、それが建前だってのバレバレだからな。ニーナの美しさは私たち姉妹への優しささ。鏡の前でうっとりしてるニーナ姉を見るの私好きだよ。なんだ、結局いつもの大島家じゃん。はい、いつもの、いつもあれ、ニーナ、ニーナはどこ。ピーガガ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 ガ。あさみさん、お風呂の片付けですか？ああ、この施設はしばらく閉鎖だからな。立つ鳥跡を濁さずってやつだ。正式に討伐作戦を組めば再開できるんじゃ。最初に言ったろ、ここは戦略的に重要じゃないから、わざわざセラフ部隊を出動させるようなことはしないんだ。ここは仲間たちと一緒に遊び、食い、疲れを癒す憩いの場だった。そんな場所がなくなるのは私的にはもったいないと思うんだけどな。あさみさんっていつもふざけているように見えるけど、私たちのことをちゃんと考えてくれているんですね。あさみさんはお風呂入らないんですか？ん？ああ、もう湯が冷めちゃったからな。さすがに入りながら薪の管理はできないし。私が火を見ますよ。大島家ではガス代を節約するときによく薪を使っていましたから。そうか、じゃあ世話になるとしよう。誰かに抱いてもらって風呂に入るのは気持ちがいいな。ああ、この傷か。見苦しくてすまないな。いえ、そんなことは。気にするな。と言ってもお前には難しいか。すみません。傷をきれいにすることもできたんだが、残すことを選んでしまった。私にとっては大事なもんなんだ。そうですか。ああ。そこはどうしてですかって聞いてくるとこだろ。え、でもあまり触れない方がいいのかなと思いましたので。ニーナ、お前は本当にいい子だな。でもそういうところだぞ。何がですか？ここぞというところで二の足を踏む癖、周囲に気を配りすぎだ。松岡さんにも言われましたが、自分ではそういうつもりはないんです。お前を見ていると妹のことを思い出す。え、浅見さん、妹さんがいたんですか？ああ、いた。同じセラフ部隊だったよ。それって…すみません。構わんさ。妹のアキコは
私が所属していた部隊の部隊長だったんだ。そうなんだ。おや、このレーシングゲームのランキング1、あ、結構アサミとなっていますね。そんなことより、もう一戦付き合い。小さな石碑に手を合わせている。それにお酒の入ったコップを備えて。私が所属していた部隊は部隊長がやられて敗走した。私はただ生き残れただけだ。あの石碑はもしかして。お前が見た石碑、あれは妹のためのものなんだよ。え、私が見ていたことに気づいていたんですか？気づかれてないと思っていたのか？私はセラフ部隊の大先輩で教官だぞ。まあ、あの石碑の下に何かが埋まっているわけじゃないけど、形だけでもと思ってな。あいつはここが好きだったから。あいつ少しでも任務に隙間があると、この施設の利用申請をして部隊全員をここに連れてきた。ゲームやったり温泉入ったり枕投げしたり、寝る前には教官の悪口言ったり、常に部隊みんなのことを考えて、そのくせ一歩引いてみんなを立てようとするんだ。そんなあいつがわがままを言ったのが、私たちを助けるための撤退命令さ。最後まで立派だったよ。隊員全員の命を守って。私にはもったいない妹だった。私はセラフを破壊され傷を負い、片目を失ったが生き延びた。妹に命を救われた。でももう戦場に立つことはできなくなった。アキコの死に打ちひしがれ動けないでいた。ずっと病院のベッドで怠惰な時間を過ごしていたよ。そしたらある日、手塚がやってきて言ったんだ。アサミさん、妹のことは残念だったわ。でもあなたはこれまで十分戦ってくれた。あなたが望むのなら戦いから身を引いてどこかのドームでゆっくりと過ごすこともできるわ。ただあなたに少しでもその気があるのなら、これ以上悲劇が続かないよう後進育成に手を貸してもらいたいの。そして私はセラフ部隊の教官になる道を選んだ。未来を担う者を育て、人類の生きた抗った意味を残すために。この傷がある限り私がこの意味を忘れることはない。だからこの傷は大切なんだ。その傷は浅見さんにとって誓いのようなものなのでしょうか？誓いか、うん、その言い方はしっくりくる。この傷を通して私は先に行った妹に恥じない自分であろうと誓いを立てているのかもな。私はそのあり方は気高く美しいと思います。よせよせ、おだてても何も出ないぞ。私はさ、教え子たちを妹のように思ってる。騙して連れてきたのは悪かったさ。まさかあのキャンサーがいるとは思ってもいなかったんだ。サクッとキャンサーを討伐してみんなでゲームして山菜食べて温泉に浸かって、私がアキコや仲間たちと過ごしたような思い出をお前たちにも作ってほしかったんだ。私は今でもあの頃のことを簡単に思い出せる。そんな思い出があれば、これから辛いことがあったとしてもやっていけると思ってさ。アサミさん、幸いゲームも山菜も一応温泉も味わってもらえたと思う。あとはみんな揃って生きて帰るだけだ。
室。目が覚めましたか？七瀬さん？なんで？私は一体。三一医の皆さんから申し出がありました。体調が悪いようなので休ませてほしいと。いけない、あの子たちに心配をかけてしまったわ。何でもニーナさんと別行動になってから調子が悪くなったとか。これは重症ですね。あ、それはそうと、ニーナさんはどうして31位と別行動になっているのですか？福引きで当たったチケットを使って温泉旅行に行っています。温泉旅行ですか？そのような報告は受けていません。でも浅見さんが企画して。あれ、少し調べてみます。おはようございます。おはようございます。朝一で帰還とのことですし、帰り支度をしましょう。仕方ないですよ。ドラム缶だったけど、一応温泉には入れたし、少しいびつな慰安旅行だったわね。僕はみんなと過ごせて楽しかったよ。どうした？皆さん、少しよろしいでしょうか？どうしたの？この施設と浅見さん、そしてあのキャンサーのことでお話ししたいことがあります。そうですか。浅見さんはセラフ部隊の思い出が詰まった場所を取り戻したかったと。それに壊滅した部隊に妹が。やるせないわね。それでニーナさんはどうしたいんだい？あのキャンサーを私たちで倒せないでしょうか？本気で言ってるのか？はい、
以前討伐した際の作戦は浅見さんなら知っているはずです。まずはそれを聞いてから判断してもいいと思います。桐生さん、いいでしょうか。先輩としてここはいさめなければいけないところですが、今の部隊長はニーナさんです。まずは思うようにやってみてください。はい。浅見さん、お話がありま。ん？あった。キャンサーを倒します。ここまで来てちゃんとした温泉に入らず帰るなんてもったいないわ。そうだね、もともとはそのためにここに来たんだし。キャンサーを殺してテルメに入る、そういう旅行だ。未解決事件は美しくありませんからね。バカなことを言うな。そんな許可出せるわけないだろう。おいキリュウ、お前からも何か言え。私は部隊長の指示に従います。作戦は言わないぞ。っていうか知らん。おいアイリー。はい、何ですか。推理しろ。すごい無茶ぶりきました。ですが私はすでに昨日何点か気になるところを見つけています。皆さんも何か気づいたことがあったら教えてください。ピースが揃うかもしれません。では昨日のことで気づいたことを挙げていきましょう。そうね、まず思ったのはすごく強いってことかしら。分かりきったことを言うな、殺すぞ。いいえ、あのキャンサーは確かに大きさの割に攻撃力と防御力が異常に高かったです。これは注目すべき点。それって大事だからな。放った後には消えていた。新手のキャンサーがあのタイミングで来たことも気になる。そうですね、消耗していた私たちに見向きもせず目標のキャンサーと合流しました。そして新手と合流した後あの光は再び点灯した。なるほど、ピースは揃いました。目標のキャンサーは周囲の小型キャンサーのエネルギー供給を受けているのです。だから規模に見合わない強大な力を備えていた。光っていた部分はエネルギーの蓄積量を示していたのでしょう。そしてその小型キャンサーこそが浅見さんの言ったシグナルホッパー。くそ、シグナルホッパーはいない。ならば攻略法は先にシグナルホッパーを探して殲滅することです。 QED です。
正解のようですね。ずるいぞ、なんでわかるんだ。名探偵ですので、他の人が気づかないような小さな違和感も見逃しません。えっへん、殺すぞ。すみません、皆さんの気づきのおかげです。お前ら本気なのか。はい、この場所を取り返したいので。わかった、でもこれだけは約束してもらうぞ、絶対に無事に帰ってこい。準備できたのか。はい、みんなももうすぐ来ます。麻美さん、一つ聞いてもいいでしょうか。なんだ。今回私を部隊長に選んだ本当の理由は何ですか。あなたはふざけているようで、私たちのことをちゃんと見ていることが分かりました。だとすると、部隊長に選んだことにも理由があるんですよね。ニーナは賢いな。まあ二つあってな。一つはイチコから前日にお前をよろしくと言われたんだ。失礼します、麻美教官。おお、どうしたイチコ、勉強でわからないとこでもあったか。ニーナのことですが、温泉旅行が当たりました。それはめでたいな。どうかよろしくお願いします。え？ああ、まずいと思ったんだ。姉が？一子は長女としてお前たちを守りすぎている。それは姉さんですし。そしてそれをお前たち妹が是としている。道中近くで戦闘を見せてもらっていたが、お前は傷を負うことを極端に恐れているとこがある。美しさが損なわれることを嫌ってかと思っていたけど、どうもそうじゃない。約束ですから。ほう、昔姉さんと約束をしたんです。顔に怪我をするようなことをしないと。それだけか。私たちが無理をすると、姉さんは私たちを守ろうとそれ以上の無理をします。姉さんに負担をかけたくないんです。やっぱりニーナはいい子だな。そして妹たちみんなが同じ思いなんだろうな。そんなお前に教えてやろう。妹はもっとわがままになっていいんだ。遠慮なく頼れ、困らせろ、心配させてくれ。そういうのも一つの喜びだ。いい子すぎる妹ってのも寂しいもんだぞ。そしてもう一つの理由は、最初に言った通りキャラが薄い。だから失礼じゃありませんか。妹じゃなくニーナとしてももっとわがままになっていいんだ。姉と接するときと同じで、お前は自分を抑えすぎているんだ。相手のことを考えすぎていい子になりすぎていた。そのせいで一歩引いて常に二番目といった立ち位置になっている。ニーナの姿が薄く映っちまうんだよ。でもな、さっきのこの場所を取り返したいって言ったお前はよかったぞ。私にはお前がしっかりと見えた。自信を持って胸を張れ。誰かの後ろじゃなく前に立て。お前ならそれができるはずだ。麻美さん、お待たせいたしました。準備万端、いつでも出られるよ。キャンサーを殺す。何かしら、この実家にいるような安心感。さあニーナさん、行
きましょうか。お前ら行ってこい。はい、出発です。さて、まずはエネルギー供給源のシグナルホッパーを探しましょう。姿形は私がしっかり覚えていますので、見つけたらお知らせします。うん、これそのままでいい。6と1がいるんだよな。お島は6と1だけか。2もいるね。主人公いるじゃないか。うん、 SS の中では。再生はできないけど、あれです、間違いありません。嫉妬しているけど、あの中型に届けるためのエネルギーを貯めているのでしょう。
最高ブレイク。皆さん無事でよかったです。まずは一体ね、次を探しましょう。ここだ。地域やった。次はどこまで走ろうか。これで2体目です。万全を期すためにもう1体くらいは倒しておきたいところですね。うん、そうですね。探しましょう。力を合わせていきましょう。
こそ守りだり。私に任せろ。オッケー。ま、こんな感じ。カバーのスキルが上がった。これ全部倒しただろう。これだけシグナルホッパーを倒せば大丈夫でしょう。ようやく本命を殺せるな。はい、源泉に向かいましょう。素敵。さっさと殺すぞ。待ってください。シグナルホッパーを倒したことで戦闘は優位に進めることができるはずですが、あのキャンサーが強力な攻撃を打ってくることは変わりません。来ると分かっていれば今度こそ僕が耐え切ってみせるよ。いいえ、一人であれを受けるのは危険です。マリアさん、キャンサーがあの攻撃を仕掛けてきたら私と松岡さんと一緒に防御に専念してください。分かった。キリュウさんと道場さんとアイリーンさんは私たちの防御の隙間からキャンサーを狙ってください。分かりました。任せて。外しません。では行きましょう。ん？あと一押しです。こ
これで先輩下がりなさい。様子が変です。何かって。わあ、熱い。何これ。この匂い、源泉の蒸気です。そうか、なんだろう、どこに逃げやがった。皆さん、まだ動けますか。キャンさんはもう瀕死です。ここで確実に仕留めましょう。もちろんです。次第殺す。どこにいるんだ。聞かないというのは精神的に来るな。うらー、ここはな、お前が来ていい場所じゃないんだよ。ここは私の妹たちが戦いを忘れて笑っていられるための場所だ。これやばいな。あ、顔に傷が。トランスポート使いすぎてもうディフレクターは貼れませんでした。でもよかった、間に合いました。無茶なことをしやがって。なんでそこまでして。私はだって、あなたは私たちを妹のように思っているとくれたじゃないですか。だったら妹として姉を助けるのは当たり前です。いいな、追いついたわ。あ、ニーナさん、デフレキタの残量を考えずにトランスポートしすぎたから。逃げてください、アサミさん。
一回ってところだな。お前ら、ニーナは私が守る。だからそいつを倒せ。わかりました。僕たちのデフレクタも残り少ないけど、相手の手負いね。殺してやる。さあ解決戦です。ああ、そういうことか。これ無理なんで、これでいきましょう。はずなのにな。しぶといな。これが私の攻め手だ。デフレクター切れた状態なんだな。私はようやくこの剣を振るえる。あなたのおかげで私は少しわがままになれました。妹を守る姉の力を、姉を支える妹の力を、なめんな。気に取られたか。ニーナ、すまない。私のせいでお前の顔に傷を。いいんです、この傷に後悔はありません。私は私の大切なもののためなら傷を負っても構いません。考えるより先に体が動くほどの揺るぎない信念、それが大島ニーナの信じた最も美しいあり方です。ニーナ、一皮抜けだな。ねえ、アサリさん、そのセラフは
思いに応えて力を貸してくれたんだろうな。おかげで大事なものを守れた。こんなボロボロなのに来てくれた。あ、さらに都心が砕けて。ないね。でもキャンサーを倒しましたし、ここの職員さんも戻ってくることでしょう。改めて来ればいい。そうだね。とりあえずこれで一件落着かな。いいなー。姉さん、キャンサー顔傷、ニーナ大丈夫？本当。天然の魔法薬あるぞ。大丈夫です。心配いりません。でも、姉さん、大丈夫なんです。いいの？この程度で私の美しさは限りませんよ。さあ、帰りましょう。一味も二味も違うわね。歩きずにじんわりと聞くけど、それもお風呂の醍醐味だよ。ええ、まったくです。いいテルメだ。マリアさんもご満悦ですね。ニーナさん、顔の傷はすっかり治ったみたいでよかったわね。モデルさんが傷を残すわけにはいかないもんね。基地の医療班の方々が全力で治療してくれたおかげです。あとこの温泉の効果もありそうです。ああ、ここは美容健康内身切り傷血行促進、代表的な効能を網羅している奇跡の温泉だからな。でもようやく温泉に入ることができましたね。仕方ないだろう。手塚に始末書を大量に書かされていたんだ。もうしばらく手を持ちたくない。手塚怖い。自業自得です。っていうか、お前らは申請すればすぐにでも来られただろう。それはニーナさんが浅見さんと一緒じゃなければダメとおっしゃったので。ニーナが？私はただあの慰安旅行をやり直したかっただけです。だとしたら引率は浅見さんじゃなきゃって思って。ニーナー、さてはお前私のこと好きだろう。いえ、特には。連れ返された。あの浅見さんがショックを受けて。珍しい。変わりましたね。え、そうですか。美しさに磨きがかかりました。言葉や物腰に今までにない芯を感じます。ありがとうございます。アイリン、
テルメから上がったらゲームをするぞ。またですか？そういえば、また山菜の天ぷらが食べたいわね。じゃあ、後で散歩がてら山菜を取りに行こうや。皆さん、温泉の文化を堪能していますね。これが、アサミさんの守りたかったものですね。ああ、そうだな。この時間を思い出に変えてくれ。で、年取った時に笑いながら話して懐かしんでくれ。10年後、20年後でもまたこうして集まってゆっくりと温泉に入りたいです。それはいいですね。まさに温泉文化です。お、これでクリアですね。250枚。何これ。温泉キャラだからな。温泉キャラ持っていないと意味がない。
まあやっておこう。レベル1上げます。そんなに食らってないって、食らってないから大丈夫。まあ破壊したいな、メインは。どうなる？まあ大丈夫。次のターンだ。ECS に8万2000いった。まあそれ以上ハイスコア更新。冷戦はまだできないし、
なんだろう。18,000か。S は S で辛いからな。うん。はい。ということで、このイベントはここまでかな。ちょっとスタイル強化できるかどうか確認してみよう。転生はできない。大丈夫ですね。特にやれることはない。あ、いいな。はい。ということで、ここまでですね。今回イベント、この美人温泉物語、湯煙。これなんだ、戦士万光、こちらをクリアいたしました。まあ、イベントプリズムとかもできるみたいですね。この辺はおいおいやっていきましょう。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄プレイリスト、ブログ、旧ツイッター X ございます。ぜひご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。